いやー楽しかったな。ただの買い物だけどね。本当に生きがい感じてるね。皮肉言われても別にいいもん。買い物って楽しいんだもん。万歳。ちょっとこの二人の温度差にすごい笑ってしまうんやけど。ご飯だよ。お父さんどれくらい調子悪いんやろな。病気みたいなこと言ってたと思うけど。うん。うん。ん？何？ピザを頼もうか。え？いいよ。サンドイッチなら作れるし。え？何？そんな。まずかった？私のチョイス。わかった。え？もしかしたら晩ご飯を台無しにしちゃったとか？うん。死にはしねえから大丈夫。はっはっは。魚がちょっとな。唐揚げは美味しいし、魚も美味しいし、いけるかなと。え、それがあかんかった？え、マジで？ちょっとカレーの唐揚げとか美味しいし、いいかなと思ったんやけど。もしかしたら私って、何もかも下手くそなだけ？いや、物を直すのと料理だけだよ。どっちも大人には欠かせないスキルじゃん。メイは？美味しいと思った？いや、最高にまずかったよ。嘘。結構バランスとかも考えたのにショック。来月15日分までは払っといたから。わかった。岩塩の件は？もう片付いたのか？うん、大丈夫なはず。ロブはまだでっかいトラック乗ってんのか？多分。あとはいくつかサインが必要だからカウンターに置いてる。あとでいいか？お願いだからちゃんとやって。あさってには給料を払わなきゃいけないし。いちいち言わなくったって分かってんだよ。分かってるけど、でも。だからいらねえって。誰の名義で借りてると思ってんだよ。お父さんの。みんなの給料は誰の名義で支払われてんだ？お父さんの。胃が落ち着かなさそうだ。今夜はスメルターズの試合だ。私たちは向こうの部屋にいるから。うん。じゃあお前らは楽しんどきな。飯ありがとう、メイ。はーい。メイちゃん。あ、ちょっと探索してみる？さすがにここではジャンプできないわ。お父さんとちょっと喋ってみようか。スメルターズか。お前もファンなのか？そうでもないね。残念だよ。面白いぞ。それは十分承知してます。親がいつも試合見てるからね。はは、じゃあいい環境で育ってんじゃねえか。なのに興味ないのか？全然わかんない。うん。こっち？ああ、いい。死んでる。最近引っ越してきたの？10ヶ月ぐらい前かな。荷物は整理してないの？これ全部段ボールってことやんな。多分あれだよね。ちょっとまあだからお金的に厳しくなかったからこっちに引っ越してきたっていう話だと思うんだけど。いいね、レコードプレイヤー。まあ
レコードプレイヤーにしてはね、お母さんのだった。私レコードなんか持ってないんだよね。レコードって意味がよくわかんない。お母さんは大好きだった。お母さんが同い年だった時、すでにレトロだったんだけどね。今だってレトロじゃん。レトロってそういうもんなんだよ。で、ちょっと質問。うん。B のお父さんって一体何をしてんの？お店で。最近？あまり何もしない。まあ、管理関係とかさ。修理工を雇ったりとか。たまに修理に行ったりとかね。そこら辺はたまにやってくれるんだけど、そんぐらいだね。でも全部お父さん名義でしょ？うん。なのに全部やってんのは B なんだよね。うん。それにだよ。それに毎日働いてるし。うん。私は辞めた方がいいと思うんだけどね。うん。どうしようかな。B が身売りしてるようなもんじゃん。もしくは私ならやめるね。B が身売りしてるようなもんじゃん。え、今なんつった？だって B が反対も何もしないから、お父さんはさらに。次言う前によく考えろよ。ただ B にもっと主張してほしい、もしくは自分のためにやめてほしいんだよ、もしくは、ただ B がずっと黙って我慢するのは良くないって。B の気持ちも考えたらこっちやな。もう絶対やめさせたかったらこっちやけど、まあちょっとこっちで行こう。ただ B がずっと黙って我慢するのは良くないって。黙って我慢するって？黙って我慢するって？お前だって B ばっか苦労してんのに、お父さんだけ儲かってんじゃん。もう死ねよ。はあ？普通に聞こえただろ？何なのマジで。ちょっと現実を見せてやるよ。クリークってやつ知ってる？修理工のクリーク。いたっけ？知らない。見たことあるよ。よく喋るやつ。昔からうちに勤めてんの。15歳の時にクリークが運転を教えてあげようかって言ってきたんだよ。だけどお父さんが断って、あいつと二人っきりになるなって注意したんだ。ほうほう。ほう。なんだよそれ。なんだよ、だよね。しかもね、そんなやつだって分かってんのに、まだ店に勤めてんだよ。なんでクビにしないの？私には権限がないんだよ。あったとしても、うちのチームの一員だし。
それに正直言うと一番できんだよ。修理チームはあいつにかかってんだよ。お父さんが何もしないせいでよ。それにクリークにも家族いるし、職を失ったら家族も困るんだ。なんか吐きそうになってきた。私もだよ。よくよくわかる感覚なんだよ。とにかく私が言いたいのは、いつまでもそんな奴を許しちゃうと。許しちゃうって?B は弱い奴じゃないんだからさ。B はだって、すげえ奴じゃん。お前、すげえって?お母さんに死なれんのって、どこがすげえってんだよ。私が部屋にポツンと座ってんのって、どこがすげえってんだよ。ごめんね、ただ、私。お前はほんとバカだよね。ちゃんと自覚してんの?それ。何なんだよ。が、何なんだよって、お前。お前がさ、勝手に正論出したって、従おうと思ったって、無理な時だってあんだよ。したくてやってんじゃねえよ。やるしかねえんだよ。いつだって、他に選択肢あんじゃん。で、ろくに仕事もしないクソガキに言われてもよ。家賃だって払わないし、責任だって一つもないし。バカのことばっかやっても何も言われないでクソ適当やってるやつによ。マジでぶっ殺して、今ここで。お前は間違ってるとか、こうしたらとか言ってきやがるし。何もわかってもいねえのによ。お父さん見捨てたらみたいなしょうもないアドバイスを勝手にしやがるし。お父さんはもう年だし。仕事ができないぐらい精神も病んじゃってんのによ。たくも、こいつマジで。人んちで嫌なことばっか言いやがって。余計なストレスかけやがってよ。だから違うって。今の生活は B に良くないんだって。うん、そうだよ。良くねえんだよ。何もかもがダメなんだよ。世の中だってダメなんだよ。だから何なんだよ。グレッグだってどうせどっかで適当にバカみてえに遊んでんだろ。私はご飯作るとか給与計算しなきゃいけねえし。私の生活、私の人生って、お前は何一つ分かってねえんだよ。お前は私がするべきことって言ってきやがんだけど、人にアドバイス求めるときは、お前には絶対頼まねえよ。わかったわかった。だから、ごめんって。はいはい。ごめん、だって。いつもごめんばっかじゃんか。マジでわかってねえんだよ。昨日の夜もそうだったじゃん。お前が適当にゴミで遊んだり、物を壊したりしてる間。私が一人で頑張ってヒーターを直してたね。私だって手伝ったじゃん。私、帰った方がいいよね。うん。帰って。これもう一回 B の部屋行くってできんの？あ、それはできない、それはできない。そしてお父さん目をつむって、めっちゃ話しかけんの？ちょっと話しかけたいけど、ゲーム的には話しかけたいけど、私はこの状況でちょっと話しかけられないから、このまま帰る。そっと帰る。あ、家まで帰ってきた。
うわあ、めっちゃ、ノートが荒れてる。何してんだよ、私。人助けしたかったのに、私はクズだ。メイちゃんまで落ちてしまっているではないか。じゃあ、とりあえず、メールチェックしよう。あ、B からなんか来てる。よ、B、今いる？あ、違う。いるよ。あ、こっち発信やったけど返事してくれた。いるよ。なんでああなっちゃったかわかんないんだけど、ごめんね。いいよ。私はもう寝るね。またね。わかった。そしてグレッグ。よー。こんちはー。何してんの？なんも。今日はへこんでんだよな。ええー、どうしたの？別に。たまになるだけ。お、グレッグもへこんでたんや。最近流行ってんだよね。私、B と喧嘩しちゃったよ。なんで？マジで？よくわかんない。私は最低だからさ。俺も。ろくでなし双子。ペアのジャケット買って後ろに書こうよ。チームみたいな。袖にでっかいうんこのワッペン貼ったらいいじゃん。じゃあ、そろそろ寝るわ。バイバーイ。OK。別に鏡を見つめるのはなく、寝よっか、とりあえず。もう寝ちゃう？うん、寝る。荒れてるで。大変だ。こっち？あ、落ち、あ、落ちてしま、落ちてしまった。もうこれは悪夢ですな。何これ、ポッサムスプリング、ディープホローカントリーやって、なんか、すごい、なんか、恐ろしい地域みたいな、不気味な地域みたいな。なんか、楽器を演奏してくれる人も見当たらないし。誰かいた、いたいた、あ、グレッグじゃない？え？あれ？なんか姿が見えないんだけど、影だけ見える。グレッグではないのか、狐がパイプ吸ってるみたいな感じだけどね。 B も本意ではないけどストレスで当たっちゃってるって。だきっとその図星な部分もきっとあると思うんだよ、メイちゃんの言うことが。で、だから余計さ、腹立つっていうのも、あると思うのよな。なんかどっちの気持ちもわかるよね。そのね、なんかね、ちょっと本でね、読んだ言葉なんだけど、正論が人を救うとは限らないっていう。だから世の中は本当に複雑で、なんかいろんな問題が絡み合ってることが多いから、なんか正論を言ったところで問題解決になるわけではないから、なんかそういう複雑な問題とか人へのアドバイスとか考えるときは、
それをは一応心に留めて言葉考えかけた方がいいっていうのをねどっかで読んでね、あそれは確かにそうやなって思った。でこれでうまいこと右の方へ、あ、いけたいけた、やったやった、よしよし、オッケー、これで最初の地点に戻ればいいはず。さあカルテットが揃いました。Thank you.